私はパニコ、30歳です。娘パニミア3歳で保育園に通っているので、今は時短勤務をしています。同い年で会社員の夫ケイトも子育てや家事に協力的なので、とっても助かっているんですよ。パニミの保育園への送り迎えは時短勤務の私が担当しているのですが、どうしても朝早く職場に行かなくてはいけない用事ができた時なんかは、夫が職場の人に相談してパニミを送って行ってくれるなんてこともあるんです。掃除も料理も率先してやってくれるし、子煩悩で優しい夫は私の自慢。でもね、そんな自慢の夫を狙う人物が登場しちゃったんですよね。なんだがっかり。今日もパニコさんが送ってきたの？それがこの人、リコさん。リコさんの娘さんはパニミと同じ保育園に通っていて、今まではほとんどおばあちゃんが送り迎えをしていたのですが、ここ最近顔を合わせる機会が増えていました。というのも、彼女にはある狙いがあるから。ねえ、今度いつ旦那さんが送り迎えしてくれるの？一度ちゃんとお話ししてみたいわ。んなことさせるか。狙いはこの通り、私の夫。何でも夫がパニミを送ってくれた日、たまたまリコさんが娘さんを送りに来ていたようで、その時夫にロックオンしてしまったんです。まあ、うちの夫は稀に見るイケメンですからね。それからというもの、娘さんの送り迎えはリコさんが担当し、夫との再会を狙っちゃってるみたい。この前はたまたま夫にお願いしただけで、もう二度と夫が送り迎えをすることはないですから。あんたがいるからね。リコさんの作戦を阻止すべく、最近ではこうして夫を半径3キロ以内に近づかせないようにしているんです。やだパニコさん、何か勘違いしてない？私別にあなたの旦那さんをどうこうしようと思っていないのよ。ほら、私って新ママだから、娘のためにもパパがいる家庭のママ友作っておきたいなって思ってるだけよ。ノアとお宅のパニミちゃんはすでに仲良しみたいだし、いっそのことを家族ぐるみで仲良くしちゃおうかななんて。間に合ってます。あ、待ってよ。命からがらリコさんから逃げ出すことができたけれど、こんな人がいる保育園とか地獄すぎる。しかし夫は、明日パニミの送り迎えは俺がするよ、なんてことを言ってきたんです。なしてですか？なしてって急にどうしたの？有給消化しなきゃなんなくて明日休みになったんだよ。パニミ、明日はパパと保育園行こうな。やったー。やばいやばいやばい、色ぼけ女と接近してしまう。とってもありがたいんだけど、大丈夫だよ。どうして？明日はパニミと秘密のお話しする予定だから、私が送り迎えしたいの。秘密？それって俺だけのけものってことか。あ、パパ泣いちゃう。もう察してよケイト。え？もうすぐケイトのお誕生日でしょ。サプライズパーティーの話し合いをしようと思っていたの。あ、そうなの？とっさに出た嘘だけど。はい、パーティーだ。なんだ、そういうことか。そうよ、だから明日の送り迎えは私がします。この話は以上、秘密の計画のことも記憶から抹消してちょうだい。ラジャー。なんとか助かった。でもリコさんの魔の手から逃れられたわけではありません。いつまでも何かしらの言い訳でやり過ごすこともできないだろうし、どうしよう。そんなことを考えていたある日の休日、パニミとお買い物していると、なんとリコさんと遭遇してしまいました。パニコさん、偶然ね。リコさん。いやー、どうして休みの日までこいつの顔見なきゃなんないのよ。おばちゃん、こんにちは。のーちゃんは一緒じゃないの？ああ、あの子はおばあちゃんの家よ。
それより旦那は一緒じゃないの？ええ、今日は二人なんですよ。よかった、ケイト置いてきて。そうなんだ。ねえ、今日旦那いる？遊びに行っていい？は？ねえねえ、パニコさんの家遊びに行きたい。嫌に決まってんじゃないの。我が家は人を招待しないことになってるんですよ。それに私たちまだ買い物やら何やらで忙しいので、まだ家に帰れませんし。でもパパはお家にいるよ。パニミ？パパ夜までたった一人でお留守番してるの。おっと、私休養思い出しちゃった。え、そんじゃバイバイ。待って、呼び止める声を無視してリコさんは行ってしまいました。行き先は分かってる、絶対に我が家だ。さてゆっくりお買い物しますか。そんな場合じゃないのよ、すぐにでもあいつを止めないと。あのねパニミ、パパなら大丈夫だよ。え、いやパニミ、予定変更、お家に帰りましょう。パパなら大丈夫なのに。パニミを連れて大急ぎで帰ったのですが、その時すでに玄関の鍵は開いていて、女性物の靴が置いてあったんです。やっぱり来やがったな。お客さんみたいだから静かに入ろう。そうね、ひょっとしたらとんでもない修羅場がもう起こっているかもしれない。そんな場面パニミに見せられるわけありません。もしかしたらこの靴は泥棒かもしれないわ。パニミはここで待ってて。はーい。パニミを玄関に待たせてリビングの方に行くと、中から声がしました。だからね、そっとドアの隙間から覗き込んでみたんです。すると目をハートにしたリコさんが夫に急接近しているではありませんか。私あなたみたいな人がタイプなの。初めて見た時に運命を感じちゃった。え、早速アプローチしちゃってるし。私の方が美人でしょ。内緒でデートしよう。私の毛いった。いやー、二人を止めようと中に入ろうと思ったその時。さすがにきついって、マジで勘弁して。は？え？なんと困惑していた夫が大笑いしながら拒絶したんです。パニコより美人？なになに、あなたの家って鏡ないの？パニコのキュートさに勝てるわけないだろう。え？だいたい勝手に家の中に入っていてそんなこと言い出すなんて頭おかしいんじゃないの？パニミの言う通り大丈夫だったみたい。優しくてちょっと頼りないかなって思っていた夫がここまできっぱり言ってくれるなんて思っていなかったから感動するしちゃった。でもリコさんは諦めてないみたい。あんなお子ちゃま体型の女が私よりも可愛いわけないじゃないの。あなただって本当は私みたいな美人系と付き合いたいって思ってるでしょ。あの女との結婚は何かの間違いか妥協でしょ。保育園で初めて会った時あなた私に見とれてたじゃないの。ああ、確かにあなたのこと見ていたよ。だってあの時髪の毛に米粒ついててシャツ裏表反対に着てたから衝撃的だったんだもん。教えてよ。仮にあんたが絶世の美女だったとしても、俺が愛しているのはパニコだけ。他の女性に心が動くわけないだろ。ケイト、俺は最愛の家族を裏切るような真似はしないよ。そんなに奥さんに私たちの関係がバレるのが怖いの？いや、別にバレても構わないというか、同じ保育園に通う娘の保護者ってだけの関係でしかないけど。嘘ばっかり。私と親密になりたいけど慰謝料とか考えて親密になれないんでしょ。自分の気持ちに嘘はつかないで。わかった、それじゃあここからは嘘なしだ。ええ。あんたみたいな人の家庭を平気で壊しに来るような女、一億積まれてもごめんだね。パニミの友達のママって言うから警察呼ばずに穏便に済ませてやったけど、本来なら勘違いの不法侵入に困ってるって通報もんだぞ。
願わくばあんたみたいな人間とは一生関わることなく生きていきたいね。以上。嘘よそんなの。自分をごまかさないで。なんとしてでもケイトを自分のものにしたい様子のリコさんはなかなか諦めず、夫もドン引き。それじゃあそろそろ助けてあげようかな。ひしし。はい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 、お遊びはそこまで。え、パニコ助かったって顔してるね。私がリビングに登場するとリコさんは明らかに慌てていましたが、すぐに表情を変えてケイトの手を握ったではありませんか。やだ、私たちの関係がバレちゃった。な、夫は悲鳴を上げながらその手を払いのけちゃいました。どうやらリコさん外堀から埋めようって魂胆みたい。まあ無理だけどね。こっぴどく何度も振られるところ見てたけど。あ、よかった。あ、違うわ、あれはケイトが素直になってないだけ。ママもパパも本当のこと言ってあげたら。パニミ聞いてたのか。待ってって言ったのに。本当のことって何よ。ママがパパに会わせたくなかったのはパパが無職でゴロゴロしてるのが恥ずかしかったからなんだよね。え、あ、そういうことか。ナイスパニミ。なんだよパニコ、働かずに食っちゃねの俺のことそんな風に思っていたのか。あ、ケイトにも意図が伝わったみたい。え、無職なの。ああ、バレちゃった。私の夫がイケメンってことだけが取り柄で生活費がかかる置き物状態になっているってこと。ママ、おばちゃんがもらってくれるって言うなら食費5万かかるこの置物もらってもらおうよ。5万？それもいいわね。ひどいよ、俺はくっちゃねしながらパニコたちがアクセク働いているのを見るのが好きなのに。これでお家と借金がちょっと片付くね。そうだね。借金まであるの。だからあげるよ。いらないわよこんなの。え、イケメンなのに。イケメンの稼ぎ頭だと思ったからいただくつもりだったの。何が悲しくていい年した借金男を養わなきゃなんないのよ。でもイケメンだよ。顔が良くても稼がなきゃ意味ないじゃないの。無職のイケメンに惹かれたのおばちゃんじゃん。しかも家まで嫁しちゃって。いや俺中卒のイケメンだからね。中卒？あげるあげる。もらう？やだってば。何よこんなの、いらない、帰る。イケメンなのに。いやー、ああ逃げちゃった。夫にきっぱり振られても諦めきれなかったリコさんはパニミの嘘によってきっぱりと諦めることができたみたい。もちろんさっきのは全部嘘よ。ケイトは立派な旦那さんです。その後リコさんはその嘘を信じてみんなに言いふらしたみたいなんだけど、当然みんな信じません。それでどうしたかっていうと、私の夫が無職だって聞き出した経路を説明したもんだから、略奪失敗した女として知られることになっちゃいました。その噂は保育園でも問題となり、新ママのリコさんを手伝っていたリコさんの母親の耳にも入り、リコさんの両親は娘さんを預かってリコさんと絶縁したようです。どうやらリコさん子育てを両親にほぼ丸投げして夜遊び三昧していたようなので、娘さんは全くリコさんに懐いていなかったみたい。リコさんがいなくなった方が娘さんの将来的に安心かもしれませんね。絶縁されたリコさんが保育園に顔を出すことはなく、私にも保育園にも平和が戻ってきました。パパとママが一緒に送り迎えしてくれるなんてスペシャルデーだね。たまにはこんな日があってもいいでしょ。毎日こんな日でもいいけどな。ハニミちゃん。あ、ノアちゃんだ。おはようございます。お揃いでこれからお出かけですか。のあちゃんはおばあちゃんと一緒で幸せそう。いいえ、今日は、今日は俺の誕生日なんで、俺は仕事、妻はサプライズパーティーの準備のために休みを取ってくれてるんです。あら、まあ、もう記憶から抹消してって言ったのに、それじゃサプライズの意味ないじゃん。あ、いっけね。抜けてるところもパパの魅力だよね。そ
そうだけど。それじゃ行ってきます。バイバイ。行ってらっしゃい。さあ、私はパーティーの準備するぞ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。